どうもー、ローアングルからこんにちは、プロダンです。やっほー、ローアングルからこんにちは、ロアです。これがローアングルだから、やっぱりこれローアングル、あ、こういうことですね。これがローアングルだから、やっぱり。はい、おはようございます。おはようございます。なんすか、いきなり呼び出して。午後の3時ですよ、だって。いや、今日ですね、はい、あまり企画が全然出てこないっていうが確かに。はい、てか、なんならここ新年明けましてですもんね。初めまして。はい、初めまして。ということでですね、はい、今回大食いでもやってもらおうじゃないかと。また大食いですか。もうこれしか企画ないんで。確かに、これが一番簡単に取れて一番数字伸びるもんね。そうですね。バズも大喜びで。間違いないです。さすがです。森社長も喜んでます。ということで今回はこちら、パスタ全種類コンビニで買ってきたんで。マジっすか。夜食べました。すっげえ。最近好きな食事がパスタなんですよ。でも、はい、何個あるのだって、パスタ1、2、3、4、5、6、7、7個あるんだ。全種類、全種類買ってきたんで、はい、食べて適当に語って編集してください。雑なんだよ、だからなんて。本当に助けてくれ。二人ぼっちになっちゃいましたね。二人ぼっちになっちゃいました。久々だね。久しぶりだね。確かに1ヶ月以上かな。うん、うん、あの動画ナイスだったよ。どの動画？ラファさんとのやつ。ああ、ナイスだったのね。うん、好感度すごい急上昇したから。ああ、確かに。イエーイ。ごめんなさい、ラファさん。見れたら嫉妬するかな。いや、しないと思う。あ、しないよね、あの人だからね。じゃあまず俺が選んだのはじっくり煮込んだミートソースパスタ、398円、セブンイレブン、うん、で、コンビニの全種類集めてきちゃったのにさ、セブンイレブンとローソンとファミマが全部重なってるって、ね、全然コンビニ全種類じゃねえだろっていう。いやー、バズって適当だね、本当にね。え、どうしようかなってことで、ただただ兄弟で食事をするっていう、すげえまったり動画になってる、これは。企画ですけど、一緒にご飯食べないからね。あー、そうだよね。誘いたいんだけどさ、なかなか恥ずかしくて。嘘しかも、未読無視すごいじゃん。いやいや、そんなことない。そんなことないんだ。そんなことない、はい、結構ちゃんと必要なのは返してる。ああ、そうなんだ、うん、結構あれでしょ、だってバズのマネージャーさんとかお気に入りしてるらしいじゃん、だって。あ、そう、バズのマネージャーさんとかはそう、固定してる上に連絡取れるように、うん、で、俺はじゃんしてない。では、いただきます。同じく、ミートソース。いや、何も食わないんだろう、このセブンがな、あ、セブンがないからね、近くに。ああ、私あんまりコンビニのスパゲッティってあんま食べない、うん。うん、麺が深いな。ドッキリとかやりたいけどね。うん、やりたい。どんなドッキリ仕掛けられたい？あ、仕掛けたい？兄ちゃんに？うん、なんだろう、なんか特にない。相当美味しいです。そうだ、生じゃなくて、うん、でなんか先だって言ったんです、うん、だって食事もしたり、いっぱい過ごす時間多いのになかなかね、うん、距離が縮まったり縮まらなかったりだな。ち
ちょっと1ヶ月とか空いちゃってやっぱすぐ元に戻っちゃう。あ、やっぱそう。うん。やっぱベトの動画。もう何も言われてないですね。また敬語になってる。何も言われてないもんね。うん。頑張ろう。完食です。うん。早い。でもルアってあんま感動ないでしょ。え、全然ある、全然ある、全然ある。あんまでも表に出ないかな。え、でもね、うん、そこ似てるなってちょっと思うんだよな。確かに。そうそう。例えばさ、誰かと会った時にさ、うん、女子って、あ、可愛いとか言うじゃん。それ似合ってるみたいな。うんうん。本当にそれ言ってるって言われたことない？それ本心で思って言ってるって。あ、でも逆にあんまり人のこと褒めないから、本当にいい時にしか褒めないから。ああ、なるほどね。本当に言われてるって分かってくれてることの方が多い。ああ、逆に。逆に普段すごいいっぱい可愛い可愛い可愛いっていうタイプじゃないから、友達のこととか特に。なるほどね。あ、今日の髪とかメイクは可愛いっていうのは。あ、じゃあ言うとレア感があって。うん、そっちの方がガチっぽいっていうのがあるから。逆なんだよね、俺。いや、そうなんだけど、うん、言っちゃうの、ずっと何でもかんでもマシンガンみたいに。あ、可愛かったらさっきも言ったでしょ。うん、いや、でも信じてなかったやつ、若干。うん。ビデオ回ってない時にロアの髪が綺麗だねって言ったんですよ。だけどすごい怖い表情されたんで。いや、ただ色抜けただけだからなと思って。ああ、そうなんだ。うん。彼女はサイボーグ。ああ、彼女はサイボーグ。ーそれできんじゃない？できるかも。あー、でもなんかなんか嬉しいとか思っててもあんまり出ない。ああ、じゃあ一緒だ。うん、そこは似てるね。でもなんかテンションがずっと変わんないから。ああ、確かに。うん、嬉しいけどそれが伝えられなかったりするのが結構。なるほどね。ってことで話ぶった切っちゃいますけど、うん、アサリの旨み広がるボンゴレスパゲティファミマ、美味しそう。いただきたいと思います。でも M な男子は好きかもね、ロアのことね。なんで M な男子、うん、どうだろう、心当たりはない。またまた、なんか同世代の男の子には基本的に怖がられる。ああ、逆に怖がられるんだ、うん、先も一歩を超えちゃって。ずっとそうで、ずっとそう、本当に。何、怖がられるって怖いって言われたことあるんだ？めっちゃあるかな。ああ、壁が感じられるのはすごい言われる。うーん、壁が感じるってすごい。バスの忘年会の時に、バスの、バスの男性陣にすごい言われて。うーん、うん、まず5年間あったんだ。いや、今後は呼べばいいんですかね。そうっすね、呼んでいただければ。あ、楽しかった、新年会。あ、そんななんかあんま記憶にない。あ、うん、スパッて終わった感じじゃない、サクッとね、うん、なるほど、バズっぽいね、うん。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、調子は。いや、マジ量多いっすよ、これ。うん。なんなら、いきなりすぎて、僕、筋肉食堂で、12時頃、お昼、動画撮って、それで来たのよ。もう食えないっす。え、いい感じの動画撮れました？いや、よくわかんねえ動画に。じゃあ、ロア、じゃあ、バズのみんなにお酒しに行こう。OK。あれ、好きな。どれがいいですか？もらっていいんですか？うん、いつも頑張ってるんで。明太バズのマネージャーさんみんな頑張ってるんでね、ぜひ食べてください。カルボナーラもらいます、はい、ありがとうございます。いつも頑張ってるんで案件もっとくださいね。お疲れ様です。お疲れ様です。どれか食べませんか？いつも頑張ってくださってるんで、ありがとうございます。案件くださいね、その代わり。いつも頑張ってるんで、マゼのマネージャーさん。
取ればいいですか。どうぞ受け取ってください。疲れてると思うんで頑張ってください。案件取ってきてくださいね。あ、マネージャーが怖くないやつ。いや、俺、案件お願いしますね。